日ごとの糧二2022年1月11日。夢や空想が多いと饒舌になる。神を恐れ敬え。コヘレトの言葉、五章六節。人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり、虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは、世を支配する例に従っており、キリストに従うものではありません。コロサイの信徒への手紙。 二章八節、世の中にはいろいろな学説思い込み哲学などがあり、まあ、影響力のある人がその説を力説するとなんとなくその影響によって人々がその人の意見通り動き始めたりその説に反対している人を激しく罵ったりしていわゆる分断が発生することがよくあります。ま,あ、まさにそれは、 人のののの虜ににされれててしままっいいいるととううことの一つ表ように思います夢や空想人の言い伝えとしての哲学騙し事などがいろいろな方法で拡散されている今の時代に今朝の聖句はとても重要な意味を持っていると思いますまあ単純にこの旧約聖書のところでは「神を恐れ敬え」とだけ書いてあるんですよね「夢や空想が多いと饒舌になる神を恐れ敬え」 そういう饒舌に振り回されることなく神を恐れ敬えということですよねじゃあ具体的には何がどうなっていけばいいんだろうまあそんなことを考えたとき基本的には主の祈りにある内容を基本的に心にしっかり据えてその日その日を生きるということができていけばおそらく振り回されることというのは少なくなってくるだろうと思います主の祈り覚えていらっしゃいますか まあ基本的なことをこう書き出していきますと、主の皆が聖なる者として崇められ、礼拝されるようにと願うこと、まあ、自らも神の皆を礼拝するということですよね。そして、神の霊による解放、平和、喜びが私の生活の中にもたらされますようにと祈ること、神の国、御国が来ますようにというのは、神の働きによる解放や平和や喜びが、 私の生活の中にもたらされますように、あの人の生活の中にもたらされますようにと真剣に祈ることですね。それから私たちが神の心を無視せず、その心を妨げる生き方をしないようにという願いを、そこ,この主の世の中では教えていますよね。<ー>身心が天に行われるように、地でも行われますようにという。 神の心が実行に移されますように、そして私がそれに逆らうことなく、私が本当に神の心を心として生きていけますように、まあ、神の心を心にするというのは基本的には愛を土台にするということ以外ないんですけれど、そして日ごとの必要物について丁寧にの祈り求めながら生きること、日ごとのその日その日の必要物について丁寧に求めながら生きること。 それから他者を許し許されたものとして寛容に生きること、えー、それから試み絶望への誘惑に打ち勝てるようにイエス様に近く生きること、えー、まあ真剣にこれらの姿勢を生きることができたらそれ以外のことは極端なことを言えばどんな立場にも極端に依存することなく 生ききるることとができるんだと思いますつまり無理に現代の状況から聖書を分かろうとしなくても心配しなくていいんだと思うんです。誰も明日のことは分からないからです。10年先20年先のことはなおさらです。私たちはその日その日を丁寧に生きることが求められています。今日を丁寧に生きること、今日を主の祈りの課題を祈りながら 主の,祈りの課題にに沿ってて生きるるとととといううここが私たちに求められていることなんだと思うんだ思ですよね。ですからまあその日その日を丁寧に生きるそれ以上のことというのは私には分かりませんけれどもという前提のもとにこうなるかもしれませんと考えるあるいは発言する必要があるんだと思うんですよね。夢や空想が多いと饒舌になる神を恐れ敬え。 人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり、虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは要支配する例に従っており、キリストに従うものではありません。私たちを支配しようとする例というのは、それは極めて神の心と遠いように思います。神の例によって生きているという一つの証拠は、愛であり、寛容であり、 親切ということにあると思うからです祝福ありますように